皆さんこんにちは、新脈です。はい、はい、ゼロレッド3、4話まで出ましたね。ようやく私たちは移動中にババーっと見たんですけど、考察動画っていうほどなんかちゃんと見れてない気もするので、感想動画みたいな感じでいいかな。そうやね、あの一個一個について言及するっていうのがちょっと今回は難しかったかな。5話からやろうと思います。うん、ね、そうやね。するのはどうでした、率直に1から4話まで見て。いや、男性陣面白い、うん、俺もうすごいそれを思う。素直な男性陣がたくさんいるなと思って、うん、スタートの時点で主人公のことを好きですっていうスタンスでいかなあかんっていうのがあるやん。しかも視聴者の人らがいやそれで当然やろっていうなんかわけわからんバイアスをかけてくる感じ、そんなことないのにみたいな、ね、まだ見てもない人のことを好きになれるかなみたいなところから始まってるから、みんなだからすごいね、素直皆さん、うん、俺はそこに対してすごく好感を持った、うん、確かにアキさん大好きみたいな人が4話の時点でまだいないっていうのが普通だと思うから、うんうん、すごくナチュラルな、うん、変に好き好きって言ってない違和感、うん、違和感がない感じかな。まあそうやね、うんうん、じゃあ先っぺに言われたその流れをちゃんとそれを言っていっていうのを作ったのあなただよって言われた、うん、あなただよそれなんでなんか当時好きかわからないってずっと言ってたじゃん。そうやな、でもあれはそうそうそう、当時めちゃめちゃ叩かれたの。めっちゃ叩かれたもんな、あれ何のためにバチェラ参加してるのみたいな。そうそうそう、お互いフェアやね。物語の中でも言ってたけど、お互いを見極めてってるみたいな、試してってる、うん、だからクラビホさんとかさ、うん、もう自分から去ったような感じじゃん。もうアキちゃんは妹みたいな感じって言ってて、うん、自分はあなたのことを好きになれませんよ女性としてってはっきり言って去っていく、うんまあ、それがあるのも普通だと思うから。しかもクラビホさんのね言い回しがすごく素敵やった。なんか傷つけない感じ。そうそうそう、うん、なんかもうちゃんと考えて言葉にしてくれる人なんやなって思って ね、 すごいね。モデルと思うわ。あなた一番お家の中に入れてたからね。梅谷雄太郎さん、元消防士の方は僕は入れました、うんうん、あと2人は、あとセバスチャン・クラピボさん、トレーニングジムマネージャー、うん、でフラー・ロバート・レイさん、パーソナルトレーナー、うんうん、そのトレーニングジム系の人たちをまとめて入れましたいやいやいや、あれは何1話で落とすっていうのが分からへんねん。分からへんから、だから言うてん、もうとりあえず何かのくぐりで3人をもう誰でもよかったんもうほんまにそれが俺はただ単にパーソナルトレーナーが3人いるわっていうその3人の共通が見つかったから3人入れますみたいな。特に理由はなく、ね、特に理由はなく、だって人間性なんて見えないもん。それはそうだ、うん、はい、一番落ちする予想した人と3位まで残るって言った3人で、うんうん、あれあれ残ってる人ってどのぐらいいる？俺がね、本命ランキング、深夜の本命ランキング、あ磯村翔吾さんは1話落ちしてしまった。1話落ちしましたね、うん、で北森聡さん会社経営者、うん、残ってますね、うん、坂口隆さん残ってますね。残ってる。俺はラスツが北森さんと坂口さんになるんじゃないのかなと思ってる。あ、うん、私はどうだったっけ。私の本命ランキングは、うん、留学アドバイザーの人以外が残ってるわ、うん、多分。はいはいはい、あ、そっか、1話で落とすって思った人に消防士の人があといたのか。そうそうそう、まだ残ってるね、うん、あ、全然最後のいいところまで残ると思うな。俺その3人やと思ってるもん、ラスト3が。あ、北森さん、坂口さん、梅谷さん、今となっては、うんうん、私は坂口さんは逆に1話落ちに入れてたんだけど、うん、結局ファーストインプレッションローズをはい、イレギュラーな感じでもらって、うん、もうみんなの新しくバチェラーバチェロレッテする人の気持ちっていうのもなんかわかんねん。なんか流れとしてはさ、基本的になんか同じ流れやなっていうことを結構思っちゃうから、だから自分でね味付けを加えていかないとダメっていう、そういうプレッシャーに感じてるところもあると思う。だからファーストローズの渡し方も自分らしさを出していこうっていうのもあって、ああいうの良かったと思う。うん、本当にもう直感を大事にするってアキさんずっと言ってたから、うん、カクテルパーティーで話す前の、うん、本当に挨拶だけの直感で選んだのかもしれないよね。分かる。だって俺さ、俺逆にやったらさ、最初の初めまして初めましての時に俺渡してるもん出てきた瞬間にっていう。じゃあ渡してよ。いや、その時にもその時なかったね周り見渡してもバラなかったね。むしってきた。カクテルパーティーの最初で渡してよ。じゃあなあ、どこでどうやって渡そうかなっていうのも考えてた。はい、まあ、そんな
ことは置いておいて、そうそう、まあ置いといて、うん、はい、まあ、だからね、まあ、話を一回ぐるっと戻すけど、素直な人が多いから、これからの男性陣の素直な言動に僕はすごく期待してる、うんうんうん、そうだね。あ、私あれだ、推しでもあるし最後まで残るって予想してる櫛田さん、うん、もう結構いいとこまで残ると思ってて、櫛田さんは私、うん、シラスト3に残ると思う。だから梅谷さん、櫛田さん、うん、北森さんかなと思ってて、うんうん、その3人を最後にするわ。俺櫛田さんはもう自分でリタイアしていくと思うな。でももう4話でしっかり向き合っていきたいってまっすぐな目で言ってたから、自分から辞退はない気がするな。まあ難しいところやな本当に。これなんでそういうふうに思ったのかわからないんだけど、そんなほんまに気持ちあんのかなと思ってるところがある。でそれはまだだって4話の段階だから、まだみんな気持ちない、ね、いや気持ちはない、気持ちはないの分かってるけど、その後に生まれそうな感じもなさそうって俺は自分の直感で思ってる、うん、多分好きにならんやろうなと思ってる勝手に。なるほどね、うん、飯野和秀さん、あ、飯野さんね、うん、を推しに入れてましたが、うん、なんかちょっといい人だよ、めちゃめちゃいい人だし、うん、ロマンチストなんだけど、うん、たまに目が怖いから、目がマジになってる、ね、目がマジ、なんかもうなんか目の奥に何を考えてるかわからない笑顔を感じてしまって、うんうん、なそのでも最初私推しって言ってた人が3人残ってるのすごくない、うん、そうさ、そう、山本和成さん、あと私は飯野和秀さん、ビオラ奏者の方を3人に選びました。すごいね。俺が前言ってた前回の推しは櫛田壮さんで、小川さん獣医師ね、で山本さんヒューマンビートボクサー、山本さんね、俺山本さんのあの感じ俺はすごい好きやな。なんかねちょっと似てるよ、あ、似てるよな、ちょっとね空気読めなくて、うん、何言ってんだこいつ感があるところもちょっと似てる。いや何言ってんだこいつって思うねんけど、俺はよくわかるよ、あなたの言いたいとしてることはよくわかるし、でその声に対してのコンプレックスが、まあ、喋り方声に対してっていうところ、で俺は一発目彼の声を聞いた時からさ、俺声めっちゃ好きやわってめちゃくちゃ言ってたやんか、うん、すごく魅力のある声やからさ、めっちゃいいなと思って。でもなんか過去にその声がコンプレックスでどうこうあってみたいな気持ちがこもってるように思ってもらえないとかって、いやーなんかそれ俺周り悪いやろって思うけどなって思った俺は正直。じゃあ山本さんに一言言うとしたら、うん、うん、いやもうただただかっこいいと思います本当に、いやもうその一言、うん、かっこいい、うん、まあでもそのトラウマを克服したいから、アキさんと話したいから2on1に行きたいっていうのは確かに周りは納得できない気持ちも分かるなっていうのは思った、うん、で本当に好きな人が行くべきだっていうのもなんかよく分かんないなとも思った。そんなの好きでなんて誰も測れないし、なんかあの議論って結構不毛だと思う。あれマジで不毛やから、ジャンが違いたいねほんまに。あの公平リンゴーズでジャンケンで買った人、うん、2on1 はやっぱりあの山あり谷ありの場所やからさ、そこをね、うん、そこら辺でみんなで話し合ってなんでさ、答え出るわけないよ、うんうん、みんな行きたいもんね、みんなそりゃ、うん、話せてない人は、ね、そうそう、だから、うん、次の 2on1 も誰が行くのかなって思うけど、私はなんかまだその、ま、見せ場がない、ただいま推してる北森さんにちょっと行ってほしいなっていうのと、そうやね、じゃないと俺らからしたらね、どんな人かっていうのがもっと話してるところ見えないと見えてこないから、うんね、そうだね。だから服を選ぶ3人以外の待ってる方の2人が行ってほしいなっていう視聴者としての希望はあるけど、うん、まあ、あれで山本さんが行かせてもらって山本さんが帰ったら面白いなっていう気持ちもある、うん、それで帰るんやったら帰ったらいいと思う、もうそれで、うんうん、はい、かな、うん、まあ、ちょっと違う視点から話してもいい、うん、バチェラーシーズンに出るっていうことがさ、撮影してる時とかは全然どんなことかって分かってないねやんか。やっと配信が始まってから、あ、こういうことかっていう風に参加者の人らの世界が変わったと思うねやんか今ね。多分すごいびっくりしてると思う、うん、うん、じゃなかった、なんかもうたらたら、はい、撮影は全部しましたけど、半年後に配信されますってなってる時なんてさ、すごい穏やかやったからさ、一気に配信始まってなんか自分らの名前が前にバーンって出ることになってみたいな。本当だね、なんか、うん、
そういう意図じゃないのに、うん、あこう言われるんだなってこととかも多分あ、まあ、それそう、それもあるし、うん、いきなり知らない方々に知ってもらうっていう状況も結構戸惑ったり、うん、ね、本当に戸惑ってるんやろうなってそこはね、うんうん、まあでもね、あのそら参加された方に言いたいんだけど、なんかもう全部が全部うまい方向にしかいかないから、しっかり楽しんでください。まあ、辛い思いもする時もあるかもしれないし、悔しいなと思うこともあると思うし、それで何年間かもがいてた私たちなんですけど、まあ、本当に番組出たことがいい方向に向かうといいなと応援しております、うんうん、もう僕らもあの番組出てから5年経過した組だけど、すごくね楽しい日々を相変わらず送らせてもらってるので、うんうん、だから多分あの最後、今回のバチオレッテと最後迎える人っていうのもすごく楽しい経験もねできるだろうし、うん、まあそうだね、うん、まあ難しいよね、なんかやっぱりその、うん、番組終わった後にうまくいくっていうことの方が稀なこと。そうそう、もう稀稀、そっちの方が。あんな非現実的な世界で出会って恋に落ちて結婚まで行って、うん、まあ一緒に生活してるっていう、うん、だって本当に可能性としては低いわけじゃん、うん、だからもしかしたら今選ばれてる方もいろんな意味で戸惑ったりとか、そうそうそう、いろんな気持ちがあると思うの、うん、ただただ幸せなだけじゃないと思うんですよ、うん、私もずっと番組中選ばれる不安っていうのも結構あったから、うん、そうだからまあなんか そうだね、うん、だけどまあご愛顧も楽しく見させてもらえます、好きかって言わせてもらえます、うん、あんまプレッシャーに感じなくていいと思うね、うん、あのもう最終のカップルあの出来上がってたらそこはそこで、そうだね、うん、はい、うん、だと思います、はい、うん、だからね、視聴されてる皆さんもなんかそんな感じで見守ってあげたらいいと思う、うん、はい、ね、じゃあ今のところ最後に残る人は誰だと思う、最後に残る人、選ばれる人、ファイナルローズ、ファイナルローズね、俺は坂口さん、俺最初から言ってるやん、医者、やっぱあの中でパッパって見て安定を求めるってなった瞬間にやっぱ医師免許っていうのはやっぱ強い、ね、そういうこと言わないで、ね、本当にダメ、はい、でそこは、はい、じゃあ、はい、もう僕直感で言うと僕はもう坂口さん、じゃあ私直感で言うと北森さん、うん、そこのツーで2番目が串田さん、2番目が北森さんみたいな感じです、うん、どっちが合ってるかな、ちょっと本当にちゃんと1から4までバッとしっかり集中して見えてなくて、なんかあんまり深いことも言えずに申し訳ないんだけど、うん、まあ、番組自体もだんだん人が減ってご愛顧がどんどん深くなっていくと思うから、うん、また考察動画撮っていきたいと思います、うん、以上しめぐでした、じゃあね、バイバイ、ベルマークの通知登録、チャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします、コメントも待ってます、しめぐでした、じゃあね、バイバイ、バイバイ、またね。